モンマテリアル。マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのアリです。カムイの日村です。よろしくお願いします。はい、この番組はさまざまな才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということで今日はですね8月19日です。はい、19ってなんかそういう、うん、あの何やったっけ、歌手っていうか、うん、ユニットおったよね。いましたね。はい、うん、なんとなくいます。みつるさんの絵を使って、うん、うんうんうん、なんかねありましたね。はい、うん、19急にやな、うん、いや19日って言うた人が19っておったなとか思いながら思いついてしまったんですけど、はい、じゃあその19日はどんな日なんでしょうか。はい、この日なの日です。はい、今日はバイクの日。はい、はい、語呂合わせでバイクですね。はい、バイクね、バイクの安全を考え、バイクによる交通事故の増加を防止するための日、うん、特に若者に対するバイク安全運転教育を積極的に展開する日とされています。なるほど、バイク乗ってたんですよね。バイク乗ってました、うん、はい、まあ大きくなってからっていうか年いってから、うんうんうん、大型免許取って、はいはいはい、でまあ大型のツアラー乗りたかったんで、うん、であのスズキのハヤブサという、はい、はい、おお、はい、何キロ出るんですか。ね、320キロ出る。すげえな出せませんよ。出してませんよ出してませんけど、うん、320キロ出るバイクがあるんです。なるほどね。それはどこで出せるんですか。出せませんね、うん、日本の車、ね、まあまあまあサーキット場とか、ね、そういうその特殊な環境だったら OK なんでしょうけど、ね、出そうと思ったらね、直線ずっとすごい直線あればね、うん、出るかも可能性はありますけど、まあでもね直線でないとね、うん、曲がりくねってるとね、無理です、無理です、危ない危ないから、ね、危ないです、はい、ただ出る、はい、それが出るバイクなんですよね、うんうん、はい、ものすごいバイクに乗ってましたけども、はいはい、楽ですよ。でもあ、そうね、はい、大きいバイクやったんですけど、うん、取り回しはすごい楽なバイクで、うん、やっぱりちゃんと考えて、もう最初乗れるのかなと思って、うん、試乗させてもらったら、はい、すごい、え、こんなに簡単に乗れるんだ。あ、そうなんよ。教習所のバイクの方が乗りにくいんですよ。重いバイク。はい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 。なんかまず起こせなかったら、免許取れないっていうのがありますよね。ありますあります、ね、はい、うん。やってないですね、あれね。八の字に押すとか。別に普通にやってないですね。あ、本当に、できるでしょみたいな感じで。ああ、だ女性とかはあるんかもしれないですね。あると思います。うん、ああ、なるほど。絶対起こされへんやろうって。はい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 、うん、あるかもしれないですけど。うん、はい。まあでもハヤブサっていうバイクは結構若い人ってあんまり乗らなかったと思うんです。うん、まあ結構まあ値段的には高価なので、うん、結構おじさんが乗ってはったので、ハヤブサのチームで。チームというか呼びかけて、はい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 、でその時も無線つけるんですよ、バイク、ね、そうね、はいはい、アマチュア無線つけて、はいはい、でここにね、レバーっていうハンドルのところにちゃんとあるんですよ、うん、レバーつけて離せるようにして、うん、マイクをちゃんと、はい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 、ヘルメットに仕込んで、そうね、そうなんですよ、でそれでツーリングしながら会話するんで、会話して、迷わない、絶対迷わないんですよ、うん、迷わないんですよ、うん、で例えばちょっと遅い車抜くよとか、うん、で次前から車来てるよとか、うん、全部言ってくれるんで、なるほど、安全です、バイクでやってる、うん、ツーリング、ツーリングにもすごい安全やな、その先導してくれる人と一番後ろの人がちゃんと車安全を見てくれてるんで、っていうのもやってましたね、うん、はい、はい、もう一つ、はい、世界写真の日です。お、うん、はい、1839年の8月19日にフランス政府が銀版写真の発明家であるルイ・ジャック・マンデ・ダゲールによるダゲレオタイプの発明に基づく許可を買い上げ、誰でも無償で自由に使用できる政府通達を発令した日となってます。はい、ダゲールによって発明された銀版写真はダゲレオタイプ、露光時間を10分から20分、最終的には1分から2分まで抑えることに成功し、想像写真の撮影も容易なものとしました、観光素材として銀メッキをした、鉄板、銅板などを使うため、銀版写真とも呼ばれています。そうですね、はい、日本では幕末に入ってきて、うん、割と幕末の志士なんかがね、うん、だから坂本龍馬とかもそうですけど、銀版写真で写真を撮って、うん、あれすごいのがね、それをね何枚も焼いて、うん、名刺代わりに使ってた。
焼くこともできるんですね。焼くこともできる。だからあの割とあの有名なあのなんかこうこうやってるっていう、うんうん、そうそうそう台のところね手乗せてるみたいな、うん、そういうあの坂本龍馬の写真は何枚もあるんですよ。でそれを名刺代わりに配って、あの俺坂本龍馬っていうのを実はやってたらしいんですよね。ただあの、まあ、本当はねあの隠れとかなあかん人やから、うん、あの顔バレすんの大丈夫なんかなって話やねんけど、仲間内ではそういう風に使ってたみたいですね。はい、であのこれ有名な話なんですけど、今例えばこうやってライト当たってるじゃないですか、晴れの日とかやったら10分で済むのよ。当時だってあの何ろうそくの光とかじゃそんな強い光になんないから、うん、どんなに頑張っても難しいのよ、うん、だから晴れの日とかやったら10分とかで終わんねんけど、うん、あの曇りの日とか雨の日とかってやっぱ20分ぐらいかかったりとかすんねんな、うん、でこの20分間ずーっとこうやっとかなかんねん配置図で撮るわけじゃないんですもんね、うん、配置図じゃない、うん、はいじゃあ 今からできますよっつってここあのあの穴っていうかそのカメラ の、うん、あのレンズのところにこう蓋がしてあってこの蓋を、うん、はい行くよーはいちょっと動かないって言ってこれ20分間やられるからみんなムスッとしてるっていう、うん、別に笑顔の写真がないんだ、うん、そう笑顔の写真で笑顔なんかなれないだって20分間動かれへんねんで、うん、20分間ずっとそう20分間ずっと笑顔でおったらもう筋肉おかしなるやんか顔の筋肉、うん、崩壊するやん、息吸ってきますね、いやもう無理やと思った、うんね、20分もね、うんじっとしとくって大変ですね。いや大変大変、うん、おすごい、うん、それが今じゃもうこんなスマホとかでね撮れるんですよね。もうだからあの長崎でね写真家で有名な上野彦馬さんっていうのがいるんですけど、うん、上野彦馬さんが今のスマホ見たらびっくりするやろねやってられへんわやってられへんわになるよね本当ね一日仕事やもんだって、うん、撮ったら終わりじゃなくてそこから現像せなあかんからね。うんうん、そうなんですよね、うん、はい、まあ、それがね、はい、今やこんな風になりましたというお話ですね。はい、以上です。はい、はい、ということで今日のこのプレゼンありかなしかなんですけども、また映画監督のインタビューさせてもらったんですけど、これがねもう作品は素晴らしい作品です。はい、うん、ドキュメンタリー映画で認知症と生きる、希望の処方箋という作品なんですけど、うん、その監督が野沢和幸監督という監督なんですけど、実はねそのこの作品の前に「がんと生きる」っていう作品を作られてまして、でそれは何で作ったかというとご自身ががんになったからなんですよ。うん、であのがんとどうやったら生きられるのかっていうのをご自身の体験をもとにしてドキュメンタリー作品として作られた。で、その2作目としてその認知症問題っていうのを取り上げようということになって、まあいろいろと試行錯誤していかれた中で、音楽療法士っていう存在を、お知りになられるんですね、うん、でこの音楽療法士っていう人たちが、まあ、日本に2000人ぐらいいらっしゃるんですけど、うん、でその中で、お二人、名古屋のお二人を、うん、まあ、中心にその方がたちがどういうふうにしてるのか、で何が問題なのかっていうところを、実はクローズアップされてるところなんですけども、うん、はい、まあ、その辺ちょっとインタビューでね語っていただいてますので、はい、予告編とインタビューをご覧いただきたいと思います。はい、それではこのプレゼンありかなしかスタート。お父さん、はい、今日朝ごはんに何食ったか言えますか？朝ごはんね、ご飯食べたかな。元気で長生きできたら。特効薬がない現段階において音楽っていうのは認知症の治療には欠かせないものだと。特効医者とお母さんが聞きたいんだって歌って。ええ、寂しいけど忘れちゃうから幸せだな音楽がすごく大きな力を与えてくれるものだなと思っています。歌ってね、声聞きたいからね。はい、それでは、今日はですね映画認知症と生きる
希望の処方箋の監督でいらっしゃいます、野沢和之監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。野沢です。よろしくお願いします。はい。まずですね、監督の方から、この作品についてご説明ください。これはですね、認知症と生きる希望の処方箋。これは、名古屋の方でですね、認知症を予防のために、あるいは認知症の進んだ方のために、ある治療を施している2人の女性の話です。で、ある治療っていうのは、音楽療法。音や音楽、メロディーを通してですね、認知症の進行を防ぐ、あるいは逆に回復するという奇跡も起こりましたけども、その過程を、約1年間にわたってずっと撮った作品です。まあ僕もこの映画に出会うまで、あるいは実際の現場に出会うまで、音楽療法っていうのはどういうものか知らなかったんですが、まさに音や音楽がですね、認知症の患者にバーンとぶつかるとですね、本当に思わぬ奇跡が起こるということをずっと映画を通して描いてあります。まあその辺の内容はちょっと謎解きになっちゃいますけれども、どうか映画を見てですね、感じてください。1時間50分の作品です。はい、そうですよね。音楽療法ということで、僕らも音楽療法という言葉はなんとなく知っていて、イメージはあるんです。どうしてもほら、いわゆる介護施設とかでみんなでお遊戯みたいな感じで歌ってるみたいなイメージだったんですけど、いやもう全くそんなレベルでもなく、もう本当にお一人お一人に向き合って、しっかりといろんな角度から音や音楽、リズムとかっていうものを使って、いろんな形でね、治療と言えるのかどうかわからないんですけど、その今その法律上の立て付けがそういうことにはなってない。ただ見ている限りではどんどんその人の中に入り込んでいってるみたいな感じは僕も受け取って見てはいたんですけど、まずこの作品を作ろうというきっかけというか、動機はどういうところに、ね、これは5、6年前にがんと生きる言葉の処方箋というドキュメンタリー映画を作りました。はい、これはがんという病が戦う人たちがテーマなんですが、あるいはそのがんにする人たちにどう寄り添うかという人がテーマなんですけども、まあ、その時にですね、いわゆる2025年問題があるんですが、来るべく未来にですね、我々が向かい合うべき問題、これはがん、少子高齢化、それから人口の減少問題、それから空き家問題と同時にですね、がんのほかに認知症、これがですね、我々がどうしても立ち向かわなければならない病だということを、まあ、僕分かりましたですね。まあ、周りもいたんですが、それほど自分のこととして考えるような余裕はなくてですね、ただいろいろ調べてみると、数年後で600万人ですか、これはね、一言じゃない、しかも世界レベルで、しかも治療法がまだないという中でですね、治療法のまだ確立してないがんを作った、まあ、私としましては、これをどういうふうに付き合って いけばいいのかという意味で、前回はがんと生きる、今回は認知症と生きる希望の処方箋、認知症とどう生きていいのか、with ディメンシアですね。それが僕の自身のテーマとなって、なんとか映像化しようというふうに考えました。はい、正直言いましてね、認知症の映画って、まあ、今までたくさん日本でも撮られてると思うんですよね。他の監督がドキュメンタリーもあれば劇物もあるしっていう形でいくつもあるんですけど、大概がもうなんか悲壮な話というか、悲惨な物語というか、すごく暗くて光はどこにあるんだろうっていう、なんかもそれを模索するような作品がすごく多いのに対して、この作品全く違うと思うんですよね。全然悲壮さはあんまりない、むしろどうするのかということに向き合っている人たちがしっかりと描かれているので、ものすごくその辺が一線を画してるなっていうふうに思ったんですけども、やっぱりその辺は監督としても狙いとしてあった部分でしょうか。まあそうですね、僕の作風はどちらかというとですね、雷病、ハンセン病の人たちとか、がんも含めたり、あるいは在日朝鮮人の問題もおりましたけども、やっぱり厳しい現実と向き合うという現実世界の中でですね、やっぱり映画空間というのは、まあ、それをそのまま描いていいのかという、僕の映画演出上の、まあ、哲学がありまして、まあ、戦争は別ですけどね、それでどうその悲惨な状況は現実で達したんだと。いう中でこの認知症の映画を作ろうとしたときにですね、まあ、過去の作品やら、まあ、現状をいろいろこうロケハンに行くわけですけども、
これはつらかったですね、僕自身も。まあ、確かにある種のパターンとして自分の両親や友人が認知症が悪化していく過程とか、あるいは逆に辛い介護の様子などを撮ってですね、まあ、悲惨さをこう、まあ、悲惨さの中でドラマ剣を作るという方法もあります、うん。まあ、しかしね、まあ、それはテレビなんかもそうですよ、死ぬまで自分の両親を追った作品も見ましたけども、はい。まあ、これはね、僕はちょっといたたまれなくてですね、うん、で模索しました、はい。認証エラーを作るとは言ったものの、どうしようか、うん、薬もない、まあ、最新の薬もあるけども、これは初期の認証しか効かないと聞いてますし、うん、そんな中でまあまあ試行錯誤の結果出会ったのが音楽、はい。僕はまあ、皆さんご存知のようにアメリカとかイギリス、ヨーロッパなんかでは案外この知られててですね、やってるんですが、まだ日本では音楽をヒーリングということで、使った方法はあるんですが、音楽療法という意味で、サイエンティフィックなレベルでする例は非常に少なくてですね、はい。で僕は、まあ、たまたまある日本人と出会ったんですけども、まあ、彼女は音楽療法士で、彼女を取ろうと思ったんですよ、はい。佐藤由美子って人なんですけどね、はい。彼女はまあ、日本でも数少ない素晴らしい音楽療法士で、彼女に連絡取ったらね、なんとアメリカ在住なんですよ。アメリカの大学で音楽療法士の資格を取ってアメリカで、活躍してるっていうんでね、うん、まあ連絡した方も、ああ残念だったなと思って、はい。まあ、いろいろこう日本中をこう探し当てたのが今回名古屋のある二人の、はい、世界です、はい。でこれはまさにタイトルの通り、うん、希望そのものですね、はい。彼らの存在が希望だと僕は映画の中で確信しました。まあ、その希望のね、お二人というか、まあ、その音楽療法士さんっていうのが、まあ、日本国内で今どれぐらいいらっしゃるんですか？音楽療法学会でですね、実は音楽療法士という認定をしてるんですが、大体まあ、去年おととしぐらいまでで約2000人ちょっと。1000人、はい、2000人ですね、はい。2000人いるんですが、はい、彼らが音楽療法士として必ずしも働いてるかどうかっていうのはまだ数はずっと減ると思います。そうなんですよね、はいはい。だから今回出演されてるお二人も実はその音楽療法士としては雇用されてないんですよね。そうです、今回病院が舞台ですけども、音楽療法士というよりはそこの、まあ、オフィスワーカーっていうレベルで採用されて音楽療法を実施してると、はい。これはまあまあ後で言おうと思ったんですけども、はい。日本でですね、音楽療法士っていうのは国家試験にとして認められてないわけですよ、うんうんうん。ですから実は保険も効かない。正式には音楽療法士は認定音楽療法士っていうんです、はい。音楽療法学会が認定するから、はい。つまり医師や一級建築士や、うん、弁護士税理士のように国家試験ではないので、簡単に言うと病院で保険が使えない、うんうん。彼らの労働がですね、保険が効かないとなると別のお金を例えば払わなきゃいけない、はい。それは僕らが鍼灸針とかマッサージでお金払うと同じようにですね、はい。別料金になるというような体系がありまして、うん、なかなか患者さんまあ、いろんな意味でお金もかかりますから、うん、継続してないっていうのが現実ですね、うん。そうですよね。だから、まあ、そういう意味でもっとその音楽療法っていうのを広める意味でも、まあ、多分きっとこれからですね、法改正とかいろんなことに突っ込んでいかなきゃいけないんだろうなというふうには、思って見させていただきました。まあでも僕は正直言ってこの作品はたくさんの人が見ていただきたいなと思いますし、見ていただくことによってそのなんだろう、暗い未来ではなくてどういう状況になってもポジティブに生きるっていうことを考えられる、まあ、一つのツールになるんじゃないかなというふうには思ったんですけども、はい。それではですね、そろそろ時間が来ましたので最後にですね、監督から見てらっしゃる方に一言お願いいたします。はい。まあ、音楽療法なんていう固い言葉は抜きにして、認知症という病は怖がることはないよ。それはですね、今がんでも怖がらない。それは早期発見すれば、同じように日本でも認知症は初期の段階でそれが分かったらその進行を食い止められるという現実を皆さん知ってほしいです。ですからちょっと変だなと思ったらすぐ病院に行ってですね、しかるべき処置をすると、まあ80、90までは生きられると。
いう意味で、がんもそうですが、将来認知症になっても怖がることはないよというのを多分この映画館で見ていただいて安心して、まあ、笑顔で帰っていただければと僕は思っております。はい、ありがとうございます。それでは今日はですね、映画認知症と生きる希望の処方箋の監督でいらっしゃいます野澤和之監督にインタビューさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでインタビュー終わりました。はい、いやもうなんか仙人みたいでしょ、うん、なんかジブリに出てきそう。なんかほらなんか監督に大丈夫ですって言われたら、あ、大丈夫なんだって気になるよね。そういうなんか妙な説得力のある監督なんですけど、まあ、作品の、ね、内容自体はすごく真っ当なというか、うん、ドキュメンタリーですしね、うん、どういう状況なのかっていうのをしっかりと描いていらっしゃるんですけど、うん、確かにインタビューの中でも僕言ってましたけど、この作品見るとなんか、あ、認知症って別にそんな、まあまあ確かに大変なこともきっとたくさんあるんだろうし、うん、介護やってはる人たちにとってはね、うん、そんな簡単なことじゃないよって言いたい人もいるかなという気はするんですけど、そういう人こそ逆にこの作品見てみてほしいなと、別な角度で捉えた作品だったりするので、ぜひ、一回見てみてもらって、じゃあ一回試してみようかっていうことにもなったら、ひょっとしたらたくさんの人たちがもうちょっと楽になるかもしれないということもあるかもしれないので、まあ、これはもう可能性の話だから、絶対そうですよっていう話ではないと思うんですけど、でも音楽療法って案外そういう糸口になるかもしれないなっていうふうには思わせてもらった作品でしたね。はい、ということでございます。はい、では、いきたいと思いますね。このプレゼンありかなしか判定。はい、ありがとうございました。はい、そうですよね。だからまあ何でしょうね、なんかね、そのまあ確かにその向き合わなきゃいけない問題ってすごいたくさんあると思うんですけど、やっぱりこの作品を見ると、あ、そうなんだって、そういうこともありえるんだっていう紹介の仕方をしてくれているので、まあ、ぜひ一回見てみてほしいなっていう作品ではありますね。はい、印象はどうでした？音楽療法ってそんなになんかね、本当にインタビューでも言ってた通り、うん、こうみんなで合唱とかっていうのはなんか見たことあるなと思うんだけど、一対一とかで、でなんか家族の人も一緒に付き添ってやってるのがすごい素敵やなと思って、だから要は記憶にアクセスするんですよ。だから音楽ってその時の感情とかその時の気持ちとかを呼び起こしてくれたりとか、俺らでもそうやんか、なんかあの思い出の歌、あの歌歌ったらちょっと悲しくなるとか、ちょっとなんかあの甘酸っぱいの思い出すとか、いろいろあるやん。そうだからそういうのが、その音楽っていうのは一緒にそういう感情を格納してるから、そういうのにアクセスできるといろんなこと逆に思い出していったりとか、することもあるみたいなんですよね。逆にね、嫌がる人もいたりとかする。もう身寄りがなくてお一人でいらっしゃる人で、で音楽やってみたらすごく気分が悪くなったからって言って嫌がったりとかするんだけど、話してみたら、いやでも実は気分悪くなったのはその時の思い出を思い出したからやねとか、いろいろあってね。そうですね、なんかこういろいろ聞き出して、どういうものが思い出に残ってたのかとかっていうのも全部こう聞き出してようやく音楽療法に入るってことですよね。だからまあまあきっかけとして音楽 を使って、でその音楽、まあ、リズムとか音楽とかっていうのをきっかけにしていろんなことを聞き出していく、でそのツールとして音楽を使ってるっていうところなんですね。だからやってみる価値はあるんじゃないかなと思いますね。だ結果的にこうカウンセリングしていくことになるんですよね。ぜひまた音楽療法ちょっと注目してみてください。はい、ということで今日は、認知症と生きる希望の処方箋の野澤和之監督のインタビューでした。ありがとうございました。はい、では次、あゆみ。はーい、私の情報で
です。はい。本日ですね、ラクザライブの 2days 目が、そうですね、はい、おりますので、はい、毎回大盛り上がり、はい、大盛り上がりです。はい。まあ、多分ね、本来ソードアウトしておりますので、はい、はい、はい。今からちょっとね。はい。でね、またあのこの後、うん、すぐですね、ラクザライブの後終わったら、うん、次のラクザライブの日程が決め、はい、決まっておりますので、はい、はい、ぜひぜひね、お問い合わせいただけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい。はい、そして、明日ですね、では絆を突く未然の一歩、うん、朝10時から上映開始しております。はい、お値段の方が一般の方1500円、アンダー22歳が1200円となっております。はい、お時間ね、朝10時から映画楽しめますので、うん、ぜひお越しくださいませ。はい、絆を突く未然の一歩、70分の上映時間で、30分、トークイベントがございます。はい、今回は、桜木ひまりさんが、登壇していただけますので、はい、ぜひぜひ皆さん、ひまりさんをね、お越しくださいませ。はい。はい、そして、8月の23から27日、ひろやのことのセレクション、はい、ショートムービーバージョンボリューム1ですね、はいはい、がやってまいります。うん、はい。ひろやまさんのもとに集まったショートムービー4作品が、なんと一気に見れます。4つ見てもね、1時間半ぐらい、ね、うん、上映の時間になっておりますので、うん、本当にね、ショートムービーたくさんいい作品ございますので、この機会にぜひね、ショートムービーに触れてみてみてください。はい、料金の方が2000円プラスワンオーダー制となっております。はい、はい、はい、そして、8月30、31で、演劇映像上映がございます、うん、中野劇団さんの、作品を2作品上映させていただきます。はい、30日が水曜日、帰り家族というものを上映させていただきます。8月31日が10分間2019タイムリープが止まらないを上映いたします。はい、これは後でまた詳しくお話しさせていただきます。はい、そして9月に入りまして、野本小杖監督特集一気見上映がございます。一気見やりますよ。はい、9月1日から4日間ですね。はい、はい、の上映となりまして、はい、なんと今回6作品を、うん、選びました。はい、で、A 面、B 面で分けて3作品、3作品にさせていただきまして、これね、あの1日で6作品一気に見ることも可能です。うん、はい、でも A 面、B 面と分けてますので、うん、今日は A 面だけ、明日は B 面だけっていうのも可能です。はい、はい、各ね、各回1500円プラスワンオーダー制となっております。はい、割引もございますので、またお問い合わせください。はい、はい、これがね、4日間、はい、4日間、もうなんか野本小杖祭りみたいな感じね。うんうんうん、野本小杖監督特集、はい、一気見上映ですね。はい、はい、前回もしました、2回目になっておりますので、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ。詳しくはホームページ、はい、サイトの方をご覧ください。はい、お願いいたします。はい、以上です。はい、ではいきますよ。はい、今日のミッション、はい、演劇映像上映の内容をグッチョイしたいと思います。はいはいはい、はい、まあまあ前回からね、好評いただいて、はい、そうです、はい、結構ね、はい、来ていただいてるということなんですが、うん、今回は中野劇団、はい、中野劇団さんの上映です。はい、はい、30日水曜日が怪奇家族、これがね、はい、2020年に公演した作品になってまして、うんうん、短編短編のお芝居をたくさん集めたものになってます。うん、なるほどなるほど。はい、オムニバスになってます。はい、中野劇団がお送りする短編集第7弾なんです。うんうん、遺産相続を人生ゲームで決める遺言とか、はい、家族がテーマで短編を上映されたそうで、なるほど、はい、なんかたくさんのこういろんな2人バージョンとかいろいろあるんですね。うんうん、はい、が楽しめる。まあ、出演者もね、結構いらっしゃいまして、はい、8人ぐらい出ておりますので、はいはい、ぜひぜひこちらの方が30日水曜日、うん、19時30分から上映しております。はいはい、そして、31日木曜日が10分間2019、うん、タイムリープが止まらない。これもなんかタイトル聞いただけでめちゃめちゃ面白そうですよね。面白そうですね。はいはい、10分間をひたすら繰り返していくんです。あー、なるほど。10分間に起きたことだけがずっと
流れる、うん、とある動作を変え同じ10分間の繰り返しから抜け出せなくなった聖子はこの不条理なタイムリープから必死に脱走しようと試みるが、うんうんうん、またこれだからさその映像とか映画とかでよくあるよね。あります、ね、あります。メメント的なやつね、はい、だからあるんだけど、うん、これを舞台でやっちゃってるめっちゃ面白い。めっちゃおもろそうやん。難しいと思う。難しいよね。同じことせなあかんから。そう、そう同じことせない。同じタイミングで同じことせなあかんもんね。たった10分で何ができるのかだから1回目と2回目ちゃうやんみたいなのまずいし、うん、面白い。またあの抜け出すためにはまたアプローチしていくんですよね、はい、でしょ。でアプローチすることによってちょっと変わっていくっていうね。ちょっと変わるけども、はい、また戻るね。でしょうね、多分ね。あと最後どうなるのかっていうのもまた楽しみやし、いやめっちゃおもろそう。見たい見たい。これ2019年バージョンなんで、はい、その前にも上演されてたそうで、うんうん、で新しいもの、うん、これはちょっと見たいですね、はい、中野劇団さん結構コメディーが強い劇団さんで、うんうん、はい、他にもたくさんね、上演されているものがあるんですが、うん、はい、今回は2作品なるほど、よりすぐりました、はい、で9月に仲間に本公演があります。なるほどなるほど、まあ、これ見てね、はい、面白そうだなと思ったら本公演もね、はい、見ていただければいいですね、はい、そういう機会になればいいです。そうですね、はい、まあ、なんかこの演劇映像上映がなんか割とそうなんですよ、はい、今までが結構その やりたくて、うん、もうなかなか声かけれずに止まってたんですよ、うん、でカラーのね、うちの劇団とか、はいはい、まあ、劇団銀座とか、はい、あとまあこの間はね、あのワオさん、はい、劇団とワオさんとか、はい、こうやってたんですけど、まあ、一気にちょっとね、あのお手伝いしてくれる方が見つかったので、うん、はい、一気に劇団さんに声をかけていてくれてる、うんうん、もう中野劇団さんの次にあと2劇団が決まって、うん、はい、これまたなかなか楽しみですよね。そうなんだから、うん、劇場に行くってなったら割とちょっと敷居が高いっていう感じる方もいらっしゃるかもしれないけど、まずはねここで映像を見て、そう面白さを知ってもらって、うん、で実際にリアルに劇場に行っていただくというね。そうなんです、はい、だから1000円プラスワンアウトうんうん、どうしても演劇って3000円とか4000円とか結構高いね。高い高い高い、うん、それの面白さをちょっと知ってもらうっていうのも、うん、いいのかな、これは面白い、はい、なんかでもね前に演劇映像を見て、はい、であの演劇映像じゃなくて本当の公演を見に行って演劇映像を見てもらったら、うん、また面白いっていう、あ、なるほど、本公演を見た後にまた演劇映像なんで、なるほど、見る場所が限られてくるじゃないですか、うん、そうね、スクリーンの中での見るものになってくるので、うん、それがまた面白い、うん、見方が変わるから面白いで、うん、でもっともっとやってほしいっていう声もあったんで、はい、楽しみいただけると思います、はい、関西劇団中心でやる方がなってますので、はいはいはい、ぜひ関西の方は見に来てください、ね、はい、はい、ということで、まあ演劇映像上映もどんどんこれから盛り上がっていくと、はい、いうことですね、うん、はい、ということで今日のグッドボーイでした。はい、ということでエンディングでございます、はいはい、私も出ておりますが、うん、はい、まあ、たっぷりねいろんな情報をね言いたいことねいっぱいあるので、はいはい、この中からいろんな情報を取っていっていただけると嬉しいなと思うんですけど、ちなみに野沢監督のインタビュー終わってから、うん、終わってからが長かった、めちゃ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 おもろかったんですね。インタビューも面白かったんですけど、あのインタビュー終わってからもうなんかあの突然君はインディ・ジョーンズ見たかとかあの若いインディはあれはスタントマンがメイクやってるのかとか、ね、すごい質問さ、いやいやあれは AI ですから、そうなのかすごいなんかね面白かったですね。なんかいろんなお話をさせてもらって、結局、今日なんですよ、19日、今日からです、はい、今日からやります、はい、今日から上映なんですけども、私舞台挨拶のと一緒に飲みに行くことになってます、はい、また飲みに行った後の報告は今後したいと思います、はい、はい、ということで今週はこんな感じで、終わりたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来週。